ばんは。よーし、またこのスムージーを飲んでいます。めっちゃ漏れるやないか、このホテルは。いつも暗いのに、いい光がある。ブルーベリースムージー。を買ったのに、いちご氷を買いました。ベリーベリー、フルーツを摂取したい気持ちだったので。ご挨拶できてよかったです。え、嬉しい。本当に初めまして、スカワさん、会いに来てくれてありがとう。びっくり、最初わからんかったけね。最初わからんかったけど、わかったよ。嬉しい。マジでありがとうね。2回も。腹壁どうでしたでしょうか。オープニングはアリフクで隣のバーナーやりました。イエーイ、嬉しい。衣装も着れたんですよ。マリナと、マリナが卒業の時にやったぶりですね。3、4年ぶりとか。うまっしの配信はなかったので、早くから来てくれた方限定だったんですけども、楽しかった。東京で見てなかったなって思ったね。確かに僕恋は東京でやってないんではないか。確かに。新聞紙は急遽買ってきてもらいました。マジで今日の新聞。今日の新聞。
まあ、好きです、セブンは。まあ、アイスじゃなくて、これはかき氷なんで、まあ、セーフでしょ。まあ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 、これ、マジでうまい、マジでうまい。今日のハイライトは雨とか涙とか、まひちゃんが作詞したことです。ハートありがとう。何このシルバーのかわいいハート。あ、ドルマもシルバー、シルバーウィーク的な。ね、わかんない人にはわかんないけどね、若い人にはわかる。普通におもろすぎた。こんばん。防波堤。確かに。戦闘終わった。ギフトありがとう。こんばんは。ぶちゃんの好きな曲を入れて作ったストーリーだったので、まさかのボクボクがフルで入ってて、びっくり。おもろかった。そんなにボクボクってなんか有名って、人気曲なこと知らんかったね、普通に。ボクボクってみんな人気曲やったんですか。全然知らんやった。まあワンハーフやったらねえ、挨拶立ち位置変わらんといかんとこあって、サビで愛子ポジの葵ちゃんとで、レッスンの時に、あ、ワンハーフだったらここ変わら立ち位置変わらないかんのよって言ったら、あ、これフルって言われて、え、ボクボクフル、え、フル、そこで知ってね、え、あとは全部ワンハーフなのに、もろすぎない。ねえ、え、キミさんの曲は Maybe と、キミ好きです。キミ好きやりました。うまい。可愛さ増してる。あざす。このホテルはなんかいい感じ。え、このホテルいい感じ。かき氷、いちごり。
カレーもあります。バターチキンカレーに惹かれました。今日はバターチキンカレー冷めちゃうけど、アイスの方がアイスよね、かき氷の方が溶けちゃう。こんばんは。うん、323円。え、これ安くね？安くね？こんばんは。だるまありがとう。バターチキンカレー、あ、チリパー？葵ちゃんとの今日か。そうだよ、ゆきちゃん採用。この練乳のとこが甘すぎるんやけど、このいちご織うまいです。うん、ありがとう。日本の公民は多分うますぎけん。そうですよ。巻物ありがとう、スカーさん。カレーを好きそうなイメージのない。そうでしょ、何が好きそう。前さんに会いに行ってくる。え、なんか山口でなんとかって撮ったやつ違う。前さんとも LINE したのよ最近。どうもありがとう。それか今回は無理なんやけど、あ、そっか、マイハがまだ二十歳じゃないんですけど、来月10月も東京公演あるし、行けたらマイハちゃんとも乾杯する約束をしました。シルバーハートありがとう。焼肉とか寿司、寿司は好きだよ。焼肉はまだ最近食べてない。焼肉行ってないって感じです。でもなんか油そばを久々に食べてうまかったんやけど、なんかすぐ飽きるんやね、やっぱ。やっぱラーメンはあんまり好きじゃない思った。まあ好きやけど、辛いラーメンは好きかな。ありがとう、お疲れ。こちらこそ。
うまありがとう。10月もいましたよね、私花だれふふふ。私は東京公演行くよ。おガチ待ってます。初公演昼夜どっち。お皿係いりませんか。いりますとか言っているかも。うどんとそばならうどん。私そば嫌い嫌いなもの多いで有名。しかも麺にもこだわりがあって、太麺じゃないと好きじゃない。中華そばとかなんか細いじゃないですか大体。あれあんま惹かれない。太麺パスタとかもきしめんみたいな、平べったくて太いのとか、フィットチーネ麺みたいな好きです。昼がおすすめ。ごくごく歌ってた。嘘嘘嬉しいね。隣のバナナの一緒に合ってていい感じでした合ってて、うん、ピンクにしてるからピンクのポシェットと合ってていい感じ。高めそう、福ちゃんの中ではね、あのそのボクボク、え、いつあれ池が優勝した時のよね。マジ4年前とかですよね。うん、あの時のそのレコーディングした時の声と、さすがに4年ぐらい経っとうけさ変わっとんやけど、あいさも声も歌い方も変えてるんですけど、福ちゃんの中では永遠にあのレックの時の私の声で、そうイメージがね。それでいつも真似してくれてます。逆に今の感じで歌ったら違う、はいちゃん違うって言われる違うっていうか大人にしたんだよって言って、それじゃないごめんなさい。うまかき氷終わり。ゆくちゃんはでかいので買いました。え、入る？いや冷蔵庫ちっちゃ、ストローじゃ無理だ。え、待って、これ一回
寒くね。なんか動かされた。いけた。こんばんは。これも食べちゃうよ。冷めちゃうから食べちゃうよ。絶対カレー食べたこいつって思われる。誰に。明日とか掃除入ってきたとか人とかに。めっちゃスパイスの匂いって感じ。お手拭きとかは入れてくれてないんだね。いいじゃん。いただきます。もう特別最高でした。本当に一言でいくと。本当に今年あんまりフェスに出れなかったんですけど、この福フェスで全部取り戻した気がします。この前の広島じゃないわ。でも香川でやったやつと今回と楽しかったです。本当にまたチキンカレー。うん、うまいやん。うんうんうん、うましいです。でもチキンが2個しか入ってないです。マジっすか。マジっすか。とシェから楽しかった。うまい。今日はあれ、初めてあのタコベル食べました。タコベルが来た。福ちゃん主催フェスだから。タコベル食べた。うん、9列ちゃんとピンク振っててね。うん、こんばんは。昼の方に、昼は配信ないんですよね。配信ない方に
日替わりユニットです。配信ない方です。あれ確認しないと。久しぶりの方の日替わりユニットです。なんか来てくれる人だけですね。楽しむね。夜しか配信がない。悲しい。去年の生誕見えるん今休み取りました。え？来れるんですか？モキさん。こんばんは。二十歳の生誕を10月終わりの土平日ですの予定でした。まだ出てない、決まった、ないですけど、土平日なので開けといて。おいしいです。みんな来てね。あのみんな詳しく聞かないで情報漏洩みたいになっちゃうよ。でもね、直前にしか発表されないからみんな休み取れないだろうと思って匂わせてるわけで。絶対開けといてほしいです。二十歳の生誕見に来てね。土平日、真ん中の平日、金曜とかじゃなかった。だからなおさら難しいと思って。会社辞める。そこまでしなくてもいいんですけど。しょうがない、仕事休めなかったらしょうがないんだけど、見に来てください。
よね。焦る。いや、配信最前線じゃなくて広島に来てください。広島のクワトロかな、来てください。待ってます。フォローありがとう。前方席頑張れ、ハートありがとう。激うまさん、ラフィフェス行きました、ありがとう。お、来月は2期ですね、楽しんでください。びっくりしとった。取れんとこまで行ったかと思った。焦る。
しとかないと無理だ。絶対ストロー間違えてるよね。短いんだけど。絶対ストロー間違えて、こんぐらいまでになったらもう飲めないし。飲めないし。明日は花だれ公園。東京の花だれ公園。よろしくお願いします。うま。ギフト、ありがとう。髪型ないし、何がいいんですかね。何がいいんだろう。マックでストローつけてもらえない。え？マックのやつちょっと悲しい。ストロー忘れることある。吉田さん推しの人とか埋もれてたもん。初訪問ありがとう。東京都会すぎて眩しい。夜の渋谷怖い普通に。ですね。もうライブハウス終わって出て行く時間の渋谷とかも怖い。ハロウィンじゃないのに。渋谷のハロウィンは怖いよね。あ、そろそろ切れちゃう。というわけでランキングを読みたいと思います。でで13位福王さん、12位チャコちゃん、11位キュンですおじさん、10位あやさん、9位ひもつんつん、8位まさむねさん、7位サイモンさん、6位ココアリ第一期成人、5位バンジャラさん、ゆいにゃ、3位ヒロタンタン、2位九州のぶさん、1位はドルルルルンスカワさん、ありがとう。イエーイ、ありがとう。明日は花だれ公園です。見てね。頑張ります。2公演頑張ります。ありがとうございました。おやすみ。おやすみ。 X コメントしてね。可愛い写真を載せたから。バナナアリ服の写真も載せたから。親ポミー。また明日。